ん食べてね。うん。ももみさんって料理できるんだね。意外。ちょっとどういう意味？これでも家事は結構得意なの。そう。さ、食べよっか。ありがとう。ハルヤくん聞いた？カズオ兄とミュウちゃん結婚すればいいんじゃない？ひなちゃんたらおませさんなんだから。報告か。ねえねえねえ、最近さ、ハルヤくんずっとミュウと一緒にいない？ミュウが一方的につきまとってるだけでしょ。なれなれしいのよね、あいつ。ハルヤくんも迷惑よね、本当に。あ、今度朝ごはん作るときは何がいいかな。ハルヤくん、どういうこと？なんで子供たち家族？なんでミユも一緒にいるのよ。隠し子？そんなわけないじゃん。3人もだよ。うん、じゃあ気をつけていってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。かわいいね。うん。ハルヤくんも早く帰ってきてね。なんか連れ添ってる。夫婦みたい。夫婦だ。ごめん。落ち着いて。じゃあ俺ご交換だから。はい。何これ？お弁当。ちゃんと食べてね。今夜は唐揚げにするから早く帰ってきてね。じゃあ。へえ、手作り弁当ですか。なんかすっかり夫婦気分ですね。愛妻弁当？バカ、ちげえよ。そんなんじゃねえって。そんな向きになんなくてもいいじゃん。はあ、なんでハルヤくんバッグ持ってんのかな。なんでだろうな。ハルヤくん、どういうことなの？何そのお弁当？愛妻弁当。あ、愛妻弁当だから違うって。よし、ちょっと開けてみよう。あ、ちょ、おい、いいからいいからいいから。本当だ。